AR。 ん？しょうがねえな。動画知りたい？クリエイターサポートはハリケンのクリエイターサポートのこうなんて言ってかわかんねえな。俺のクリエイターサポートは ARIKEN。 それじゃあ動画へレッツラゴー。さあ、じり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 やっている。横からマーフィンが、お、金の、あれ持ってるね、スティングのやつ。強いけど、うわ、一気にアストロトライフル、ヘイトを受けて、さあ詰めてきているぞ、これしんどい。さあマーフィンの方に一気に詰めてくる。26ダメージマーフィン出している。さあどうした、マコ死んだ、落ちた、落下ダメージ食らってる、これは美味しい。さあ一気に人数有利、マーフィンが横からつつくふりをして、その隙にラギスが上に登っている。さあマーフィン何かが爆発して、さあクッ、おっとマーフィン、さあここは大丈夫。さあ一人倒しましたね、ラギス。さあ一人倒し、クエックスも倒していく。クレンさんクラッシュした、マジ、うわー、運悪い。でもね、フォートナイトそういうところあるからな、マジで。なんかやっぱね、運ゲーだなって思うときあるよ、こういうの。サージの処理で、あ、え、あ、いた、あ、困惑してる。これ多分頑張って F 何押して戻ってこようとしてるよね、これ。あー、いなくなった、いなくなった。あー、ラギスの顔が絶望してます。ラギスはクレンが行った。そして一人で、さあここは一人落として、うまいか、カウンター食らって、ラギスがここは倒していきたい。一人倒して、上からの援護が熱いが、マフィン、うわー、下に降りたところ、さあ敵がいた。ここはラギスキルポイントを稼いで、残り資材63枚。さあラギスまた一人だ。さあ一人でどこまで稼げる。真下のクレダーに一発、目を一発。さあしかしショットガンの弾が入っていない。フルダを倒してやっていったが、ここはやられちまう。さあフルダさん残り HP12、 上を取っているのはポテのチーム。さあハイグラがこれは有利といった状況か。下が水なので、下の人間はちょっと戦うづらいね、これ。さあ下でやり合いが行って、ここはもう突っ込んでいく。さあどれが敵かわからない、どれが敵かわからない。ここはショットガンでワンパンされて、しかし上でポテが回復勝負。フレダーは回復アイテム持っていないか。もしこのまま試合で勝ってやったら離れるんですよ、多分絶対。なのにここまで来るっていうことは、もうこれはプライドボトルです。さあバトルが始まります。さあ衝動バトル、ダーティードックスバトル、一体どっちが勝つか。さあ詰めていきます。さあ資材たくさんある。さあここは上からマウフィン、気づいてませんでしたね、ミステイム。さあここもバッコーのダメージ取って、目の前クレンがすごい詰められている、大丈夫かこれ。さあワンボックスバトルになっているが、目の前クイックス、さあエディットミスってしまった。さあラギスがこれはクイックスを倒して、敵さん残り2人だぞ。あー倒し、いや違う、バッコーがまだ生き残ってる。さあラギスが、さあ隠し入れられてしまった。さあクレンが目の前ワンボックス。さあマフィン後ろから寄ってきて、ここは倒していく。熱いね。さあいい感じに物資が潤った。うわっ、クソゲーでーす。さあワイルドホーク、ここは一発大きいダメージもらっている。さあ回復を使って、さあ移動していく。リザードたちに追いつかないといけない、危ない。ワンボックス今囲まれそうになったが、さあ目の前フレーダーさんが、さあちょっかいかけに来たが、ワイルドホークしっかり耐えている。うわっ、うわー下に誰もいません。下に行ったら終わりだとみんな知っています。さあ一気に一気に詰めて、さあここでルリが一人倒した。さあ目の前、さあこれ多分資材なかったんだろうね。さあしんどいしんどい、全員で山の上、もう一度山が、もうこれもうね、資材ない人は落ちていくしかない。これはこれ戻りアンチとかだったらマジできついです。下はローグラがなくなります。さあ目の前ダッティファブス、さあリザートアセットライフルできる。さあもう一人いる、ここはワンボックス入っているが、なかなか敵が見えない。次なんち下になっていい、これ。うわ上だ、登らないといけません少し。さあワイルドオークワンボックス入って、さあ一人落ちていった。さあこれ下に資材なくなったら落ちるぞ、危ない。さあ下にもう落ちている人間が何人もいる、やばい、資材ずらいですか、やばいやばいやばい。さあワイルドオークもこれは落ちるしかなかった。さあルリ回復勝負して、さあ下まで降りていくが、また登らないといけないぞこれ。さあリザートの資材がない。さあ残り1人、ルリがアンチガイムーブ。さあ上の人間もみんな降りてくる。しかしここはエセさんの書き入れて回復はしない。待って、うわー惜しい。さあ最後伊藤パーが倒していって、これはちょっとアンチがゴミですね。
さあ、頑張れマフィン、頑張れみんな、全員勝て勝て FNCS、 頑張れ頑張れ、あ、あい、頑張れ頑張れ、あ、あい、なんか来てなさそうじゃね。え、フリーになったくない。あれ、ウィクスさんたち、あ、あれ本当になくなってる、どこだろう。あれウォールマリア、もしかしてウォールマリア、あ、ここじゃない、奥じゃん、え、どこだろう。100地の層の彼方、獲物をこふるゲーガー、いけ。さあ、ここは Z2、 あれをスカーレット倒していく。さあ、調査兵団、さあスカーレット、ここは勝って踊っていく。さあ、ウォールマリア、内地を制したのはスカーレットたちのチーム。俺のこと俺見てないで言ってから、え、待って、強くないこれ、はは、強すぎんかこれ、え、何これ、みんな俺知らないんだけど、これ、いや、フォートナイトの表の部分知ってるけど、そんな地面の中まで把握してないって。俺、え、枠場所決まってんのあれ、え、地面の中で、え、じゃあ枠場所決まってるから、そこって殴りに行ったってこと、スカーレットは。そうで、そしたら出てきたってこと、2つ普通の宝箱と同じ確率で出る、ずるくね。さあ、ハムチさんたちがやり合っている。さあ、これはワンボックスバトル、ワーオ。さあ、ショットガン、ヘッドショット食らって、ゴガクララさんのチーム1人いなくなった。さあ、目の前ドッキン、さあワンボックス入って100ダメージからアサルトライフル。さあ、しかしそれを勝ってきた。さあ、22交換、目の前、うえぐいぐらいトトチさん当てたが、ここは相手のハムッピさんもえぐいぐらい当てたね今。アーサルトライフルで一気に削られると思ったが、横からルイ・セナが漁夫に来た。さあ、全員サージがしんどいので、ここは1ミリでもダージ、ダージってなんだ、ダメージを多く取りたいです。これは上を落とせばワンチャンあるけど、さあ落とされて、さあこれはどうなるか分かんなくなってきた。さあ、ここは1位を取っておきたい宮田ち、1位を取ったら100、うわ、エイムがいい。さあ、ヒロをまずダウン、うまい。そして隠れられて HP 回復、2対1の状況。おっと、これは回復勝負してるか。さあ、ルイサナが回復勝負してる。えぇ、ー、え、めっちゃあるやん。いや、間に合うか。さあ、ルイサナ、さあ残り18個、 え、残り15個。さあ、キャベツ、キャベツ3スタックで勝てるか。宮の HP がなくなっていく。うおー、これはいい勝ち方だ、素晴らしい判断力、素晴らしい。野菜食べた方が、最近僕も食べてるんですけどね、うん、やっぱりこういろいろお通じが良くなったり、肌が綺麗になったり、よく眠たりするので、皆さんもね、あの野菜食べてください。僕あの健康なんで今、はい、あの野菜食べてください。もうたちね、ミスティメドウズ多すぎ。よ、運よ。さあ、一番最初青ポンゲット、目の前のエンビを落としたい。さあ、シュート、ここは武器がいいので、さあ詰めていきます。出てくるところ、倒していく。まずはエンビを撃破。さあ、目の前に信用も来てる、うまーい。さあ、100ダメージ、一気にヘッドショットで 2キルやっていった。さあ、追い風じゃねえ、え、追い風の逆って何でしたっけ、案内さん。追い風、あ、じゃあ追い風だ。さあ、追い風が吹いてるとか知った、それやろ。さあ、ここ勝つのと勝たないと大違い。さあ、味方が詰めてやられちまったが、シュートしっかり100ダメージ、カッキルを早めに入れます。さあ、シュートたち、目の前の敵とさあ対峙しているぞ。さあ、敵もやる気満々だ、一緒に降りたこの2人。さあ、1人味方が落としている、ナイス。さあ、Cクランの1人落として、ここからカッキル優先。さあ、シュッシュッシュッとパッパッパとエディットして、さあカッキルだけ入れて、さあ味方がやられてしまった。さあ、後ろ出てきたところ、エイムがいいんだよな、こいつ。しっかりヘッドショット。さあ、コアも、うお、ブレ !13 ポイント稼げば、逆転勝利です。こっから12ポイントめっちゃ跳ね上がるから、マジで美味しい。そうね。さあ、ここはもう、生き残ることだけを優先したいが、リザートが落ちてしまって、うわ、資材が残り4枚。しかも、上に登らないといけない。運がなさすぎる。いやー、しんどい。さあ、ワイルドオークが前に出て、建築してあげないといけません。さあ、ルリ落ち着いている。さあ、後ろにいる。倒して、あるあるある、残り10ポイント、目の前ラギスが出ている。やはりこのチーム残っている。さあ、マウフィンたち、さあ、サトレ狂って、さあ54ヘッドショット、うわー、しかしマウフィン火のダメージでやられてしまった。そのままクレーンもやられて140フィニッシュ。さあ、どうなるんでしょうか、競技の結果見ていきたいと思います。わあ、これは多分ね、ビクロイと、ビクロイだね、多分最後の。うん、ビクロイ数。最後のビクロイ数で、ロッカさんたちが1位になったって感じかな。すげえ。すごいっすね。で、でもよくここまで、
ポイント上げたと思うわ。 S さんたちもめっちゃ強かったな今回。同ポイントで3位ということで、この3人はグランドファイナル確定です。おめでとうございます。惜しかったなワイホたち最後、ちょっとアンチ運に恵まれなかった感あるな。あと10ポイントだったからな、うん、そうだね。それじゃあここら辺で終わりにしたいと思います。それじゃあ皆さん最後はまたねをください。いきます、せーの、またな、またな、お疲れ、バイバイ、またね。